赤ちゃん帰りの葛藤はハグでキャッチ。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。3歳のゆずきお姉ちゃんと生後3ヶ月のななみちゃん、ママが忙しいことはちゃんと分かってくれているお姉ちゃんなのですが、ともみママからこんな相談をいただきました。下の子が生まれてからお姉ちゃんの赤ちゃん帰りが時々あります。どうしたらいいかアドバイスお願いします。お答えするのは、子育て支援に関する取り組みを行う気楽学舎代表の古野陽一先生です。お姉ちゃんには構ってほしいっていうのと、お姉ちゃんとして頑張りたいという感情の両方があるんではないでしょうか。それまでは自分の方へみんな注目していたのに、妹や弟が生まれるとそうもいかないですよね。大事にされたいという思いと、姉としてちゃんとしなきゃという葛藤がある時期です。一方、赤ちゃんには遊んでほしい時と一人で楽しみたい時があります。赤ちゃんの一人で楽しみたい時がママに分かると、お姉ちゃんと関わる時間に使えます。平日は私だけで2人を見ているワンオペ状態です。そんな時どうしてあげたらいいでしょうか。2人同時のかまってタイムが来たら、まずお姉ちゃんをぎゅっとハグしてください。そしてどうしてほしいかの気持ちをしっかり受け止めます。それから、ママは〇〇ちゃんが泣いてるのも気になるから先に一緒にお世話しようねと、一緒にお世話する方向に持っていきましょう。そして赤ちゃんが落ち着いたら、お姉ちゃんとの時間です。でもそんな余裕のない時もあるでしょう。ぎゅっとハグしたら、お姉ちゃんの次は〇〇ちゃんの番とテンポよく赤ちゃんのお世話に移るというのも良いです。大事なのは、お姉ちゃんも大切ということを言葉と体の両方で示してあげることです。お姉ちゃんの気持ちに寄り添いながら子育てを楽しみたいと思います。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。